写真拡大、落ち正則、ネット裏、南海、国鉄の名一塁手となる仏の徳さん、飯田徳次をスカウトしたのは南海の名将、鶴岡一人である。1963年、後楽園球場でのオールスターゲーム第一戦。試合前の選手紹介が終わり、列がほどけると、鶴岡は法政二鷹の春英、61年巨人入団の赤い手袋柴田勲に声をかけた。お母さん、お元気か。よろしゅう言うてくれ。選手スカウト自由競争時代、鶴岡は監督兼、今でいう GM で多忙だったのに、横浜市中区本牧の柴田の家に32回も通ったが、巨人に持って行かれた。それなのに万事このようであった。鶴岡の人柄に惹かれた飯田徳次の父親は、息子の南海入団を快諾した。飯田は神奈川の浅野中学の投手兼一塁手。戦時下の38年夏、第24回大会の甲子園に出場。5対3敦賀商業、0対1平安中学。翌39年春も選抜甲子園へ、2対4北信商業。卒業後、東京鉄道管理局に汚職。千葉県津田沼機関区に配属になった。まだ記者の時代で、仕事は石炭柄の処理だった。グラウンドも敷地は石炭柄。ゴムマリを探してきてぶつける。不規則に弾む。それをつかむ